悪い。今月金ねえから無理だわ。今バイト。そうそう。先輩、そろそろ館長帰ってきます。悪い、またな。ちょっと仕事中だよ。ねえ、ゆきえ、ちょっと金貸してくんない？もう上映終わっちゃう。ありがとうございました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 。映画終わりましたよ。なんか静かにしろ。何？最近じゃん。美術修復家。人の財布を取るのは犯罪ですよ。人のお金を取るのは良くないですね。しかしあなた、どうやらお金にお困りのようだ。そうですね。あなたにチャンスをあげます。あそこにある二つの風船どちらかを割ってください。もし正解すれば、私のこの財布のお金とこの中にあるお金すべてあなたに差し上げます。しかしもし間違えたら、あなたは大事なものを一つ失いますがね。さーて、どうします？おい、ゆきえ、おい、嘘だろ。あらあら、どうやら失敗したようですね。おい、お前、ゆきえを返せよ。何したんだ。
おやおや、私は大事なものを一つ失うと言ったはずです。彼女を殺したのはあなた自身でしょう。あなたが金に目がくらんだから彼女は死んだんです。そんな、人間という生き物はまさに芸術です。ですが時にはあなたのように欲望にまみれ壊れてしまう。欲に目がくらんだ人間は本当に大事なものが見えなくなる。これからあなたは彼女を殺した罪悪感の中で生きていくんですよ。大丈夫？私がいない間に何かあった？修復完了ですね。